サブチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。おはようございます。今日は岐阜県らしい商品を通販で購入したから、それの紹介なのだ。アマゾンの箱ではないわね。一体何かしら。止めてあるテープを切って中身を確認してみよう。おっと、納品書が入ってたのだ。いきなりの個人情報。紙を外すと2個入ってたわね。今回は刃物メーカーの貝印株式会社で包丁とピーラーを注文したのだ。セレクト100って書いてあるわね。貝印のキッチン用品のブランド名だね。貝印は1908年、刃物の町岐阜県関市で創業したんだよ。随分変わった形をしてるのね。平成の大合併でこの辺りの市町村が合併したんだけど、真ん中の空間が気にならない？何か入りそうな感じはするわね。ここには美濃市ってところがあって、本来はここを含めた合併話だったんだって。市の名前を関市にするのに難色を示した美濃市が合併から離脱して今の形になったそうだよ。100年も昔話になってそう。次はこれ、貝印の包丁ブランド関まぼろくなのだ。実際に関にいた刀匠さんで、それにちなんだブランド名になるのだ。参考画像が思ってたのと違うんだけど。有名なのは室町時代後期に活躍した2代目なんだって。今も続いてるの？ 27 代目はいたみたいだけど、28代目は情報が少なすぎてよくわからないのだ。今回注文したのはダマスカス産特包丁。値段は 13,700円。この商品は名前が入れられるサービスがついてくるのだ。英数字だけじゃなく漢字もいけるんだ。子供用の 2,400円くらいの包丁も名前が入れられるから、プレゼント用ってのもいいんじゃないかな。いい時代になったわね。これは説明書だね。これステンレスなんだ。ダマスカスってのは模様の名前で、貝印は32層に折り重ねてこの模様を出してるんだって。じゃあ出してみようか。波模様が綺麗ね。名前はうちなるおっさんのユーザーネームをつけてもらったのだ。草。刃は 16.5センチ、全長は30センチくらいかな。上野は特刃包丁ね。サイズは同じくらいかな。せっかくだから重さも測ってみるね。貝印は 163g、特刃 99g。 洗ってきたからトマトを切ってみるね。切り心地はどう？新品だからスパッと切れるね。トマトの皮にスルッと刃が入った後、包丁の重みがあるからスルッと切れるのだ。切れ味が最高の状態だから、薄切りがスイスイできるよ。向こう側が透けて見える。980円の特刃包丁でもできるかな。刃が滑ってるわね。研いでないから切れ味が悪いね。砥石で研いでみるね。これで切れるかな。できたわね。マジか。じゃがいもはトマトのようにスパスパとはいかないけど、今までより簡単に切れるようになったのだ。値段の差は感じられたわけね。野菜の処理って面倒だから、少しでもストレスが減るのはいいね。実は包丁より気に入ったのはピーラーなのだ。黒いのは使い込まれて錆びてるわね。向けはするけど刃が入らなかったり引っかかったりするのだ。貝印は使った瞬間、すごって感じたのだ。一瞬何かを見たわね。スルッと刃が入ってつるんと向けるのだ。グリップが持ちやすく、ボディがしっかりしていて使いやすいよ。値段は 1,430 円だけど、単体でも送料無料。これは買ってよかったのだ。すごく気に入ってるじゃない。これだけ買ってもよかったかもね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。貝印は FC 岐阜のスポンサーをしていて、サッカースクールに爪の切り方を教えたりしてるのだ。ここでねじ込んでくるのね。 J リーグ